18歳女です最近家飲みのお泊まりの時友達とコスプレッチをしてしまったのですがこれからどう接していいか不安です本当に悩んでいます助けて,てください私は処女ですが全く抵抗がなかったこと怖いです相手が自分をどう思ってるかも気になりますお互い同い年中堅店のキャバ嬢ですレズビアンではないと思います まあ別にノリで面白そうだからやったっていうのとあとコスプレをしていてそのまああのそのそ見た目だったりその衣装だったりとかを変えることで本来の自分ではないっていうことで本来の自分ではやらないようなことをやってしまうっていうのがあのコメントで友達派っなったんですけどこれ友達女性ってことだと思いますけどなのでその要はあの、まあ、仮面武道会みたいなのが昔あったんですけど要は仮面をつけることで本自分のもともとのそのあの 社会的な顔つきやりたいこととかではなく、別のそのペルソナって、まあ、仮面をかぶることで、別の人格でその立ち振る舞いをするみたいなのがあって、なんでそのコスプレ好きの人って、その単純にその服を変えるっていうんじゃなくて、見た目と服を変えることで、別の性格別の立ち振る舞いをしても許されるんじゃないか？ということで、本来抑えている。自分のそのやりたいことみたいなのを前面に出してしまうっていうのがあったりするんですよね。っていうのをお互いにやってみて、そんなにあのが乗り気で面白かったっていうことなので、単純にその毛があったってことだと思うんですよね。なので、別にあのその毛があったっていうことで、そっち側も試してみればいい？ などください別にそのあのあキャバ嬢で勤めてるとことは多分見た目もそんなりにいいと思うんですけど見た目がいいにもかかわらず彼女がいないっていうことはあ彼氏がいないっていうことは多分男性そんなに好きじゃないっていうことだと思うのでなのでその今までその気づいてなかっただけで実は女性の方が好きっていうタイプかもしれないので2丁目とかに行ってそこら辺相談してみるといいんじゃないですか。